人工寺駅は、かつて、岐阜県関市にあった名古屋鉄道美濃町線の駅。1999年4月1日、道線の新関駅美濃駅間の廃止とともに、廃駅となった。1911年に、美濃電気軌道の路線として、美濃町線が開通した当初より存在した。1948年頃からは、無人駅となっていた。 相対式ホーム2面2線の行き違い可能な構造で、1999年の廃止区間では唯一行き違いのできる駅だったが、晩年は早朝のみ行き違いを行うダイヤだった。晩年のこの駅は、実は2台目で400メートルほど北に初代の駅があったという。ただし痕跡は何もない。相対式ホームと看板、自転車置き場が残存していたが、 周辺の線路等は一切撤去され、当時の面影は現在は、ほとんどない。並行する長良川、鉄道小し南線にはすでに、中濃西高前駅があったため、当駅廃止後も、新駅の設置は行われていない。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。AB 岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ、ISBN4 から876700974、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、880ページ、名古屋鉄道広報宣伝部、 名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、986ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、51から52ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富津、名古屋鉄道路線略図、ありがとうございます。